どうも、皆さんこんばんは。大変お待たせいたしました。はい、今から、2016年、9月の28日、スピリチュアル TV 鑑定団を始めさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、今日またスカイプとあとチャットの方で皆さん出てくださってますけれども、まずスカイプの方から一人ずつ自己紹介していただきたいと思います。まずそうですね、ゆつきさんからお願いできますか。はい、はい、こんばんは、ゆつきです。今晩もよろしくお願いします。今夜はマヤ暦の鑑定をさせていただきますので、生年月日を西暦でお伝えいただいたら人生のテーマをお伝えさせていただきます。で、直近で何か気になることがある方はお誕生日からお誕生日まで の1年間を見ることもできますので、その旨お伝えください。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、続いてふみやさんですね。バディふみや、はい、はい、お願いします。はい、こんばんは、バディ M ふみやです。滋賀県からお届けさせてもらいます。今日は生年月日から見る、10月の運勢をさせてもらいたいと思いますので、生年月日をお知らせください。メッセージも付けさせてもらいます。お願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあ、今度はさゆりさんですね。お願いします。皆さんこんばんは、さゆりです。いつもありがとうございます。今日は道しるべビジョンのリーディングをさせていただきます。なりたいご自分ね、こういう自分になりたい、夢でもいいですし、叶えたい、こんな自分になりたいっていうことでもいいのでお知らせください。そこに行くためのご自分の中の光のビジョンをお知らせします。そしてお体のお体の反応から来るヒントもお知らせします。チャットね、皆さんいっぱいありがとうございます。お体からのヒーリングや、そこからの意味のセッションも普段してるんですけれども、今日は道しるべビジョンという夢を応援する、なりたい自分を応援するセッションになっておりますので、そのこんな自分になりたいっていうのも書いて、チャットでお知らせください。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、次は癒しカフェに今いらっしゃいますミカフェルさんです。よろしくお願いします。はい、皆さんこんばんは。今日はですね、夢を叶えるメッセージということでエンジェルカード、それからレムリアンカードを使って今必要なメッセージをお伝えしますので、チャットの方に叶えたいこととか、もしくはその今悩みとか不安とかがある方はそういった、今解決したいこととか手放したいこと、または叶えたいことがはっきり分かっている方は、そのことについて、メッセージお願いいたします。じゃあよろしくお願いします。ありがとうございます。ちょっとね、ビデオの方がね、ちょっと もう一つおかしくなってしまって申し訳ないです。ちょっと消しておきます。あ、こっちかな。どうですかね。あ、これ私が出てますかね。あ、違う、こっち、はい、あ、こっちで、はい、こんな感じです。いません。じゃあ、ちょっとね、おかしなビデオだったらごめんなさい。で、今からじゃあ、あと、そうですね、今日はね、チャットの方でもね、そうですね、今日はチャットでは、はい、まず、浅野めぐみさん、はい、チャットにてオラクルカードで自分にハッピー、マジック、あなたの守護マスターからのメッセージをお伝えしますということで、はい、チャットで答えてくれます。はい、アントンさん、はい、その方に今必要なメッセージ、ワクワクして生き生きと輝くメッセージをお伝えしますということで、はい、ご相談にお答えさせていただきたいと思います。そして今日は司会ね、ちょっともたもたしてますけれども、カジオカンコです。またちょっと陰で ちょっとなんかもたもたしながらですけれども、サポートさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、はい、どうですか、今ご質問がもう、たくさん来てるかなと思いますけれども、どなたかご質問にお答えしていただける方いらっしゃいますか。はい、あ、はい、じゃあ、いつきさんお願いします。
はい、はい、ララさんありがとうございます、はい、人生のテーマをお伝えさせていただきます。ララさんはですね、人の意見に振り回されないで、こうしっかりと自分の意思を持って、自分の自由意思で行動することが、大事になってきて、でどれだけこうその自分のやることに対して理解者がいるかっていうことがポイントになります。人としてのね、こう道をこう根を張って生きるイメージで言っていただくといいかなと思います。それで難しいこととかね、こうなかなか前に進まないことがあったとしても、それはこう勝利の前触れという感じで捉えてください。もう決してこのまま先に進めないということではなくって、ちょっとこうなんていうかな、達する前の段階で頑張らないといけないことが、そこで耐えないといけないことがあるから、これを乗り越えたら勝てるんだっていうふうに思ってもらうと頑張れると思います。何かうまくいかないことが人生の中であったら、そういうふうに思ってください。で最初からスムーズにいくっていうことがなかなかないかもしれないんですけれども、コツコツ時間をかけて努力をすることでどんどん前に進んでいける方ですので、諦めないで努力をするっていうことも頭に置いてください。でそうですね、ララさんは女性の方だと思うんですけれども、仕事とかね、生活の面とかでリードを取っていかれる方が、誰かについていくっていうよりもこうリードを取っていかれる方がうまくいくみたいですので、ちょっと人より前に出ていろいろやってあげるといいかなと思います。以上です。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、他は皆さんいかがですか？はい、どうですか？いかがですか？はい、はい、はい、じゃあ、三河節さん、お願いします。はい、じゃあ、リエさん、こんばんは。リエさんのメッセージなんですけど、はい、フラワーエッセンスを最近知ったのですか？私はそれをするのは向いていますかということで、エンジェルトーレムリアのカードからメッセージをお伝えします。まずですね、レムリアのカードから、クジラのカードが出てるんですけども、クジラの目ですね。クジラのカードが出ている時というのは、探してたものに導かれる、そして答えが見つかるっていうメッセージなんですね。なのでフラワーエッセンスを通して、使うことによってリエさんが今求めているものとか、こうなりたい自分、癒したいこと、そういったものがフラワーエッセンスによって、癒されたりとか、またはその願っている方向へ進みやすくなるために、使っていくといいですよっていうことも一つ出てますね。あとは、フラワーエッセンスを使うことによって、ウリエルがサポートしているのはリエさん自身がクリアになって、よりメッセージを受け取りやすくなるっていうことなんですね。なのでフラワーエッセンスっていうのは波動療法なので、リエさん自身の今の波動を変えるためには、とても役に立つかなというふうに今思います。なので直感でフラワーエッセンスもいろいろな種類が出てますので、今ウリエルもサポートしてくれてるので、リエさんが直感でここのメーカーのフラワーエッセンスを使いたいと思ったりとか、あとはいろいろ種類があるので、このフラワーエッセンスで今の自分の願っている方向へ進んでいきたいなって思うエッセンスの方がそのミッションをしてくれているセラピストさんとかもいらっしゃるので、今はそういった方とすごく出会いやすくなっているし、リエさん自身が探しているもの、そういったフラワーエッセンスとの出会いもこれから起こってくると思いますので、自分自身の直感を信じて使ってみてください。はい、以上です。はい、どうもありがとうございました。はい、続いていかがですか？あ、はい。はい、じゃあ、ふみやちゃんお願いします。はい、ゆるおさん、
ありがとうございます。生年月日をいただいています。1971年5月28日の生まれで、星で見ていったところ、10月からもうすぐですが、10月からの運勢は、栄えていく時期で、とても実りが、ね、訪れてくるので、積極的に動いてほしいと思います。ゆるおさんの全体的な、ね、生まれ持った運勢としては、相手の気持ちが分かる感覚的な部分がとても優れてますね。生活スタイルとか価値観がねすごく一致して、交際なんかもねすごくスムーズにいきやすいようです。ですね、ロマンチックなねムードがちょっと不足しやすいので、ちょっとそういうところ取り入れて男女の関係を進めていってもらえたらなと思います。受け取ったものをね上手にねどんどん回していけば、より豊かにね発展していく時なので、お楽しみに、どんなことが起こるかなって過ごしてください。はい、以上です。あ、はい、ありがとうございます。はい、はい、あ、はい、いづきさんお願いします。はい、はい、MS さん、ありがとうございます。はじめまして、私の人生のテーマについてお願いします。最近今まで辛かったことを乗り越え燃え尽きてしまった感があります。おかげさまでとても幸せな気持ちで過ごしておりますということで、ちょっとね去年まではしんどかったんですかね。ということで人生のテーマをお伝えさせていただきます。MS さんはですね、感情的にやっぱ時々なることがあるかなと思うんですけれども、やっぱりねカッとなったりとかイラッときたりとかするとやっぱ疲れちゃうので、疲れてしまったらね、水の力を借りるとかしてこう心を浄化するイメージですよね。そうするとそのもうイライラとか腹立ったりとかいう心の疲れっていうのが流れる感じなので、こう全部水に流してしまおうみたいな感じですよね。なので上手に水の力を借りられるといいかなと思います。で、ご自分を応援してくれたりとか支持してくれる人を大事にしてください。どの人が自分にとって自分のことを大事にしてくれてるのかっていうことをちゃんと見極めていただいて、そういう人と上手に付き合ってくださいね。大事にしてあげて、で、そうですね、目先の利益にねこう惑わされないようにしていただいて、で見返りはあまり求めない方がいいです。でこう損して得するの気持ちでいると、いろいろもし苦労があったとしてもね、それが報われて発展していくところに入ってらっしゃいますので、あまり見返りは求めないようにそれを頭に置いてくださいね。ボランティアなんかもいいかなと思います。はい、以上です。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、あ、はい、さゆりちゃんよろしくお願いします。はい、まゆりさんありがとうございます。車を新しく買え、私が家族を乗せ奮闘する暮らしになりそうです。あ、なんか新しく始まってワクワクしてる、そんなね、今みたいですね。共に快適に暮らしていく道しるべビジョンをお願いしますということで、まゆりさん見えたのは、光のオレンジ色の光のコップなんですよね。その、オレンジジュースのようなね、光のコップ、それが出てきました。そしてそこからのメッセージは、いつもあるもの、ね、いつもあるものと思っている大切なものを少しずつ補充しなさいっていうね。オレンジジュースも一口飲めば減りますよね。だから減ったらまた気づいて足すという、そんな心がけがこれからの生活にね、とてもヒント、応援になるメッセージだと思います。その補充というのは思いやりであったり感謝であったり助け合いであったりね、何でもそうなんですけども、いつもあると思ってると減った時にちょっと驚いてしまうね。またショックを受けてマイナス思考とかになりやすいので、いつもあると思うものほど補充する、そんなイメージで、
でお体のメッセージは足の付け根はちょっと響いたんですよね。パッと動きやすい衝動的にパッと動くようなタイプっていうのが伝わってきて、まあ、活動的素晴らしいですね。フットワークが軽い。でもだからこそ一呼吸置いてから何かに進まれてみるね。一呼吸置いてから何か焦った時でも呼吸して次に行く、パッと行かないっていうのがヒントになると思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、いかがですか。続いてどなたか。はい、はい、ありがとうございます。ちょっと待ってね。はい、じゃあ、はい、お願いします。はい、ではですね、メロリンさん、こんばんは。人を癒すことのできる仕事、仕事でなくてもいいですをしたいのですが、私に向いてますでしょうか。もっと慈愛をした方がいいでしょうか、ということで、メロリンさんへのエンジェルのサポートカードは太陽の天使です。で、太陽の天使っていうのは今メロリンさんが、まあ、少し不安に思っている状態なんですけど、でも本来のあなたは、もっともっとパワフルな存在ですからねっていう感じで、太陽の天使が今背中を押してくれてるような状態ですね。なので、まあ、仕事でなくてもいいのですがって書いてあるんですが、癒すことのできるお仕事っていうのはメロリンさんにとってもすごく自己表現になっていったりとか、自分をですねもっともっと、使っていくというか、個性をですね出していくっていうことで、そういった側面がある癒しのお仕事っていうイメージですね。で、もっと慈愛をした方がいいのでしょうかっていうことに対しては、メロリンさんはもっと自分の肉体をですねケアした方がいいですよって出てますね。っていうのも、まあ、慈愛というか自己愛というか、自分を大切にするとか自分を愛するっていうテーマっていうのはメロリンさんの中にはすごくあると思います。で、そういった中でまあ、ちょっと今日は疲れてるから早く休もうみたいな感じで肉体の声を聞いて休めばいいんですけど、でも頑張ってしまったりとか、あとは睡眠不足になってしまったり運動不足になってしまったりっていうことが、あとはまあ忙しくしてしまうみたいなことがこう積み重なってくると、本当に肉体が悲鳴を上げてしまうので、そうなる前に自分自身の肉体を、日々ですねしっかりケアをしてあげる。で、そして、まあ、やりたいことに関してですけど、もう癒しのお仕事イコールこう自己表現みたいな感じなので、その自分を出していくっていうことに対してあらゆるサポートを信じていくっていうテーマも出てますので、今癒しのお仕事をやりたいっていうことでするんだっていうふうに、その自分の力をしっかりと信じて、そしてあらゆるサポートを受け入れていって行かれたら、すごくスムーズにこれから癒されて、そして、こういった道に進んでいけると思いますので、もっと自分自身を大切にしながら、そして信じて進んでみてください。はい、以上です。はい、ありがとうございます。はい、いかがですか。はい、はい、あ、はい、じゃあ、いつきさんお願いします。はい、ありがとうございます。はい、ラッキーさん、ありがとうございます。と、私の人生のテーマについてをお願いしますということでいただきました。ありがとうございます。ラッキーさんはですね、こう精神的な気持ちのコントロールをするっていうこと、あとはその頭と心の整理をするっていうことがテーマになりそうです。で、エネルギーはねすごい強いものを持っていらっしゃいますし、1回のチャンスでもものにできるようなこう力を持っていらしたりとか、すごくいいものを持っていらっしゃるので、気持ちのコントロールをねちょっと頑張ってしてください。なんていうかな、結構こう内側ではこういろいろ悩みを抱えていたりとか不安を抱えたりとか、そういうことをしてちょっとこう怒りっぽいところがあるみたいなんですね。がそういうものをこうバンバン出してしまうと、もう
自分の周りの人も、もうもしくはこう肉親までもこう離れてしまって、もうポツンと一人ぼっちになったりとかする可能性もあるので、怒りをあまり出しすぎると全てを失ってしまうかもしれないっていうことをちょっと頭に置いておいてください。で、海外で活躍することにもすごく縁があるみたいですので、何かねピンときた海外の国々があったら、そちらに行かれるのもいいかもしれませんし、すごく商売上手な方なので、そこももしかして考えていただくといいかなと思います。で、人と人とをこう橋渡しするつなげる役目っていうことも持ってらっしゃいますので、自分が間に立っていろんな人の縁をこう結びつけてあげる大事な役目も持ってらっしゃるみたいなので、つなげてあげてください。以上です。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、さあ、ふみやちゃんいかがですか？はい、できてます。ありがとうございます。はい、メロリンさん、ありがとうございます。はい、ですね、メロリンさんはとってもあれです、華やかな方ですね。愛される方ですね。すごく金運もね、持って生まれて強くて、生まれた時から金運っていうものに助けてもらってはるんでね、努力して手に入れるお金もありますが、すごく応援されていて、お金はね、人よりもちょっと力があるということをね、知っておいてもらうとちょっと安心できるかなと思います。全体的な運勢として人当たりの良さで、巧みにね金運以外の運をつかむことができるラッキーな人です。心の中にね、いろんなことをねしまっておくのが苦手で、すごくねオープンマインドね、ただ人にね入ってこられやすくて、好かれやすくて、いろんな人と知り合う分ね利用されたりねしてしまうところもあると思います。だけどね、立ち直りはね、ご自身が自覚している以上に早いんですね。不幸をね引きずる思考回路もないし、運に見放されることがあまりないです。趣味の追求をしていくことがラッキーワードです。楽しみを共有する人とのつながりから、意外な運がポンとね舞い込んでくるパターンがね、人生においてこれからもどん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 あります。まだね出会ってない幸運がいっぱい待っていますよ。ただね、流れとして具体的に言うと、もうね10月入るんですが、少しね落ち込んでいきます。体調などもね気をつけてほしいと思います。低迷期って言ってね、1ヶ月間あまり積極的に動かない方が守れるということなんでね、過去の反省なんかしてね、ちょっとじーっとねおとなしくね内観してもらったらいいと思います。タイミングはやってくるので焦ることはないです。1ヶ月間ねリラックスしてお過ごしください。以上です。はい、ありがとうございます。いかがですか？はい、はい、はい、じゃあ、今度、はい、お願いします。はい、はい、ではちーさん、こんばんは。私は比較的何でも器用にこなせる方だと自負していますが、そのせいで器用貧乏になりがちです。何がぴったり自分に合うのか分かりません。こんなものかなと思いながらなんとなく仕事をしています。ライフワークになるような仕事を見つけるためのヒントをいただければ幸いです。ということで、エンジェルのカードはこちらですね。ポジティブ思考の天使、はい、ポジティブ思考の天使がサポートしています。というのはですね、まずこういった考え方なんですけども、ポジティブな思考に変えることによって、今向かっている方向ですね、それが全て良い方に向かっていくっていうことなんですね。例えば器用貧乏っていう言葉ってすごくネガティブだと思うんですね。だけれども、ポジティブな側面っていうのは、メッセージにも書いてあるんですけど、比較的何でも器用にこなせるっていうのがポジティブな側面であったとして、でネガティブな側面っていうのが、だから何でもできてしまうからこそ器用貧乏になってしまって、特別得意なものとか、これがすごく大好きだなとか、すごく自分にとって向いているっていうもの、何がぴったり来るのか分からなくなってしまうっていう側面っていうのが、今ちーさんが気づいているこのことに関する、ネガティブとポジティブな、
両方の側面だと思うんですね。なんですけれども、今このポジティブな思考をする方が、より C さんにとってのライフワークになるような仕事のために、つながっていくっていうことなので、まずはその今いろいろなことができるっていうこと、こちらのことをですね、自分の才能とか能力ですよね、いろいろなことができる、このことをもっともっと自分で認めて、受け入れてあげてください。自分をですね、いろいろなことが自分でできるんだ、すごいな、そういうことをですね、向き合っていくとですね、レムリアのメッセージは魔法の鏡というのが出てまして、そうやって今自分のできることを一つ一つポジティブに受け止めていくことによって、自分の内側を知ることになるんですね。なので、適当にやってるっていう感じをすごく受けるんですけど、でもそうじゃなくて、できること一つ一つをもっともっと、あ、自分ってすごいな、こんなこともできるし、あんなこともできるっていう風に、一つ一つをもっともっと受け入れていく。そして自分の感情を一つ一つ見ていってください。で、そうやって自分と向き合っていくことによって、ライフワークになるような仕事につながっていきますので、なので、例えば、一つ一つを見ていって、その中でも特にワクワクするなっていう思うものが、2つぐらいあったとしたら、意外とですね、この2つのことを組み合わせてオリジナルになっていったりとか、両方を一緒にやることによって、なんか一歩ずつやっているよりも楽しくなったりとか、何か、そうですね、ちいさんにとっての、インスピレーションが湧いてくるっていうことにつながっていくっていうことがあるので、なので今はもう今できることですね。それをもっともっと真剣に取り組んでいって、より深めていってください。そうすれば自分の内側からもっともっとやりたいことにつながることが、湧き出してきたりとか、また組み合わせてオリジナルになっていったりとか、そういったことが起こってきますので、ぜひこういった能力をもっとポジティブに受け止めて、自分と今向き合って、望む未来ですね、ライフワークにつながるような活動をされていかれたらいいと思います。はい、ありがとうございます。はい、さあどうですか。はい、あ、はい、さゆりさん、はい、ちょっと待ってね。はい、お願いします。ありがとうございます。ミサさん、はい、体重をコントロールしているのですが、コレステロール値や脂肪、中性脂肪の数値が高いの何か意味がありますかということで、肉体が喜んでいるビジョンをお願いしますということで、ミサさん、まず本当になりたいものとか、こうなりたいってものの、ね、道しるべビジョンを見させていただいているんですが、今ミサさんの、ね、見させていただこうと思った時にね、肉体が喜んでるイメージをね、望まれてない状態みたいです、今現在は。逆にね、ちょっと いじめてるようなね、感覚が、それがちょっと楽しいというか、ストレス発散というか、そんなのが出てきました。そういうのが数値にね、出てるのかもしれません。で、お体の反応が右肩から、胃腸と、あと背中がもうどんよりなんか荷物をこういつも背負い込んでるような重さがあるんですね。万年化したような重さで、あと左の頭の方も痛いんですけども、来たメッセージはいつもね、仕事のことなんですかね、見たくないものは何か、ね、なぜ見たくないのか、そしていつなら見れると、それがね、見れると思うのか、この3つの質問を最初は答えられなくてもいいので、何がこう悩んでる時にふっとご自分自身にね、質問されてみてください。そうすると少しずつ、あ、これかもしれない、あ、こうなったらそれが解決されるかもしれないっていうね、ヒントがご自分の内側から感覚が来るんですよね。この3つの質問をね、してみてください。そうすると、悩み、仕事、職場とかですかね、来るイメージは、その環境の中で、そこから見えるご自分の姿をちょっと嫌ってるようなね、イメージがあるので、それを嫌わないような、
嫌わないっていうのも変ですね、そのままをああそうなんだねっていうふうに受け入れるね、そんな段階に次は来れると思うので、少しその質問を試してみてください。ありがとうございます。それで道しるべビジョンは、ね、望まれてないものだとピンとこないので、ぜひこうなりたい、これを乗り越えたい、こういうところが治ったらなんて嬉しいんだろうっていうところをお知らせいただくと、ヒントになるアドバイスがお知らせできると思いますので、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ちょっとなんか画面があれですか、あ、いけましたね。はい、皆さんいかがですか。どうしたんだ、はい、どうも戻りましたね。すいません、なんか いけます、声聞こえますか。はい、どうも。はい、はい、できましたね。はい、ありがとうございます。じゃあ、よろしくお願いします。はい、いいですか。はい。こまりさん、はい、こんばんは。いつも親のネガティブな言葉に反応してしまい、イライラします。穏やかに過ごせるようにアドバイスください。はい。ということなんですけども、こまりさんは、今すごく、親のネガティブな言葉に反応するって書いてあるんですけど、はい、束縛されてるっていう感じがすごくするんですね、はい、っていうのもレムリアンカードでは、もうすでにペガサスのカードがサポートしていて、でペガサスが出てくる方っていうのは今新しい世界に飛び立ちたい、飛躍したいっていう方なんですね。でそういったサポートなので、穏やかに過ごすためには両親のもとを離れるっていうのが一番ですね今で。やっぱり近くにいると喋らなくてもこうエネルギー的に影響を受けやすくなりますし、オーラとかですよね、やっぱりオーラの中にそういった情報を入れてしまったりとか、あとエネルギーがですね残ってしまうので、なるべく影響を受けない自分になるように、本当に望む世界に自分から旅立っていく。そしてそのタイミングとかサポートっていうのは、まあ、天使がですねこまりさんに話しかけていますよって出てますね。守護天使とかこまりさんの耳元でメッセージを囁いてますよってすでに出ているので、何かここ最近直感があったりとか、またはお友達とかでアドバイスとかメッセージをくれた方がいるかもしれないですし、読んでいた本の中に何か今後の方針とか載っていたりして、そこに対して心がこう動いたりとか、あ、こうすればもっと自分は癒されるなとか、両親のもとを離れて自分らしく生きられるんじゃないかなっていうメッセージ、またそういう人と出会ったりとか、そういったことがあったりとか、まあ、これから起こってくるかもしれないので、そういったメッセージに心を開いて、従ってみてください。ですのでちょっとまあ離れるっていうことですね、アドバイスとしては。でそしてその間に自分の好きなことをして、自分軸をですねしっかりと持つこと、そして自分を信じるっていう、そういった世界を生きることで、ご両親と会った時にもネガティブな言葉に反応しない自分に成長しているっていう、そういうふうな、メッセージですね、はい、ですのでぜひピンとくることがあったら新しい世界に飛び込んでみてください。以上です。はい、ありがとうございます。はい、ちょっと今ねゆつきさんがちょっと画面からいなくなっちゃったので、ちょっとお誘いします。ゆつきさんいるかな。はい、もしもし。あ、どうもどうも。あ、はい、ちょっとなんか途中で、あれ、また切れたみたいですね。ちょっと電波の調子が良くないかな。はい。
じゃあその間、はい、私言わせてもらっていいですかね、はい、お願いします。はい、どうぞ。はい、こまりさん、はい、ありがとうございます。お待たせしました。こまりさんの全体的なね、ちょっとふみやちゃん、ふみやちゃんもうちょっとなんかすごくアップになってるんですけど、はい、もうちょっと、そうそう、そのぐらいでもいいすいません、失礼しました。いえいえ、はい、頭のね、上が切れる。そう、まあ、上、あまりすぎかも、もうちょっと下でも、はい、あ、そんなぐらい、すいません、ありがとう、はい、皆さんすいません、ありがとうございます。こまりさん、ありがとうございます。こまりさんの性質としてね、頭の回転がとても速くてね、切れ者ですね。テキパキとした印象を与えておられますね。でもね、気分がちょっとムラがあるとこがあってね、人当たりが柔らかい時とね、逆行して攻撃な時、やる気満々な時と無気力な時っていうね、逆行して落差がすごく大きい方です。例えば成果とか結果が出ないとね、ちょっと諦めて興味の対象が次へ移っていくっていう傾向がおありのようで、物事がね、長続きしにくいっていうのがね、ちょっと短所ですね。ただね、どこへ行っても腕一本でね、生きていけるような技術、特殊なものね、を公的資格とかね、そういうものを手に入れておくことも、ごめんなさい、こまりさんの運を伸ばしていくものだと思います。そしてですね、今月、10月から、来月から1ヶ月の、ね、流れとしては、すごくね、落ち着いた流れになります。なんかね、あまり刺激がないなって思うのではなく、日々ね、毎日、一瞬一瞬を感謝して、お過ごしいただくといいかと思います。これからね、1ヶ月は安定してますが、次の月からはね、ちょっと自立っていうね、テーマで、自分の中でね、新しい一歩とかね、違う世界が見れることをね、気がついて、何かね、案を出していく、今ね、考えていく時期だとお考えください。以上です。はい、ありがとうございます。はい、あ、ゆずきちゃん戻ってきましたね。ありがとうございます。はい、はい。いかがですか？はい。はい。ゆずきちゃん、できましたか？あ、はい。はい、じゃあ、いいんですか？あ、はい、どうぞ。はい。お願いします。あ、はい。ゆずさん、ありがとうございます。はい、ゆずさんの人生のテーマですけれども、ゆずさんはご自分が輝くことで、こう人をその輝く光で照らすことができます。なので、積極的にね、こう人と関わっていかれる方が、皆さんに喜ばれると思います。もしかしたらちょっと人と関わることが苦手だったりとか、ちょっとこう、まあ、奥手な部分があるかもしれないんですけれども、ちょっとね、頑張って、まあ、そこがテーマになると思うんですけれども、積極的に人と関わっていってください。で、先ほどの方とちょっと被ると思うんですけれども、ゆずさんも目先の利益に惑わされない、で、見返りを求めないで、損して得取るの気持ちでいかれると、いろんなご苦労が報われて発展していかれますので、見返りを求めない姿勢をちょっと意識されるのもいいと思います。以上です。ありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。はい、はい、あ、じゃあ、はい、今度は、はい、見返りヘルさん、どうぞお願いします。はい、ではミサさん、こんばんは。今の仕事を私は続けているでしょうか？もしくは仕事場は存続していきますか？あるいは仕事場がより良くなっていくヒントはありますか？ということでしたので、はい、まあ、美沙さん、お仕事をそろそろ辞めたいのかなっていう印象を受けるんですけど、でそれについて天使がですね、今美沙さんのこう思考の中ではすごく意識がですね、環境とかすごく外側に向いてる質問なんですね。私は続けているでしょうかって。天使は仕事を続けたいのであればその計画を立ててくださいって、またはその仕事をあなたがもし辞めたいのであればその辞める方の計画を立ててください。でそして、まあ、宇宙はあなたの計画を、サポートしていますっていうことなんですね。今なのでミサさん自身は環境に左右されてるんですよ今。
じゃあ職場が存続していくんですかって聞いて、職場存続しますよって言われたら仕事を続けるんですよね。その前に仕事を続けたいんですかっていうメッセージなんですね。そして計画を立ててくださいっていうメッセージが、あの天使が一番伝えたいことなんですよ。で、そうした中で、まあ、仕事がより良くなるとかそういったことはちょっと置いといてですよ。今やってほしいことあるんですけど、アドバイスはまずミサさんが自然の中で今一番ですね元気になる、これがまず仕事よりも一番の優先順位が高いことだったりとかするんですね、実は。なので、まあ、計画の天使でしてるんですけど、まずは、まあ、旅行とかですね、そういった自分を癒すための計画を、まあ、立ててくださいっていうことですね。で、そしてその、まあ、聖なる山っていうカードが出てるんですけど、まあ、海でもいいですし、自然の中にミサさんがこう心癒されるなって思う美しい景色ですね、その自然の中に行って、そしてリラックスして過ごす、でそして自然の空気を吸い込んで、ミサさんが自分の心と対話をすることで今の仕事どうしようかなっていうのが見えてきますね。そしてミサさんの波動がこれで変わりますから、まあ、イコール仕事場の雰囲気も良くなっていくっていう風にしっかりとこのつながっていきますので、まずはミサさんは今自分自身のハートと向き合って対話をして、そして自然の中でちょっと癒されるっていうこの計画をですね立てて、そして仕事についてそれから自分がどうしたいのか、職場の環境は関係ないのでどうしたいのかっていうふうに今一度あの答えをですね自分で導いてみてください。はい、ただもううまくいっているのでそれを信頼して自分のやりたいことをやるようにうちは応援しています。以上です。はい、どうもありがとうございます。では、はい、では次、さゆりさんですね。はい、お待たせしました。はい、お願いします。はい、はい、ちかこさん、ありがとうございます。人間関係がうまくいかなくなったり、何がしたいのか想像できなかったり、苦しい状態を感じています。それらを吐き出して自分が自立するためにはね、ちかこさんのね素晴らしいところは、それを吐き出して自立するというその手順が分かっていらっしゃるってことですよね。まあ、それができない、まあ、分かってるからできないとさらに自分の中で苦しくなるね気持ちになるんですけれども、人間関係とか例えば、まあ、好き嫌いあるかもしれないんですけどもね、嫌いのエネルギーってすごく強いんですよ。それが嫌いっていうエネルギーと、あとあなんか嫌だから避けようみたいな、スルーしようみたいな、同じなんですけれども、言った言わない、表した我慢するとか、まあ、我慢すればさらに強まるものなんですけれども、まずね自分が発信するんですよね。でその大体その、まあ、人に嫌われてるかなって思う人に対して最初に、あこの人なんか嫌だとかね、わかんないけどなんかこうされて嫌だとかいうご自分 の、 まあ、その嫌いなエネルギーが発信が先、最初に送られてたなんていうこともあるんですよね。まあ、これについてはちょっといろいろね、お話長くなっちゃうので、これくらいにしときますけれども、ちかこさん伝わってきたのは自立、ご自分に厳しい戒めっていうねキーワードが出てきたので、口に出すことは素晴らしいね、素晴らしいことなんですけど、まあ、いけないことだとね同時に思ってるんですね。弱音を吐いてはいけないみたいな。でその、ね、それに対する道しるべビジョンはお花の滝なんですよね。お花がこうね水の代わりにねこう上から下にこう流れていくっていうね、そういう滝ですよね。これは感情を認めること、そして感情を表すことは自然なことなんだよっていうメッセージです。で素晴らしいことっていうのはその、まあ、感情、例えばその嫌いっていう気持ちもねまず認めてあげることが大事なんだ、ご自分の気持ちを認めることが大切なんだっていうことです。でお花のその滝っていうのはそのまあ感情だとしても一箇所にとどまらないんですよ、流れていくんで。
流れていくものなので、それは嫌だ嫌だって言ってとどめるものではないということをね、同時にも言っているので、少しね、視点を変えて考えられるといいと思います。口に、ね、出せないんであればノートに書いて破って捨てるとか、いろんな、ね、方法は本当にたくさん、ね、お教えしたいんですけども、まずはご自分の中で、それはお花の滝のように自然なことなんだっていうことを認めてあげてください。ありがとうございます。以上です。はい、どうもありがとうございます。さあ、いかがですか、どうですか。あ、はい、はい、じゃあ、はい、みかえさんね、はい、お願いします。次、ゆつきさんね、お願いします。はい、お願いします。あ、はい、はい、あ、私でいいんですか。あ、はい、で、そう、で、あ、そう、順番はどんな感じですかね。ゆつきさん、言ってない、さっき話したんで、ゆつきさん先。あ、はい、はい、じゃあ、すいません、じゃあ、ゆつきさん、お願いします。じゃあ、ありがとう。じゃあ、みかえさん。ふみやさんは？ふみやちゃん。あ、じゃあ、ふみやちゃんですね。はい、すいません。はい、どうも。はい。あ、それと、ちょっと待ってね。あとね、めぐみ1017番さんですけれども、はい、はい、なんかね、私に生年月日を教えてくださってるんですけれども、この、生年月日で、見てくださる先生は、私じゃなくて、はい、どちらでしょうか。ゆつきさんか、ふみやか、はい、教えていただくとね、はい、あ、そうですね、はい、じゃあ、はい、めぐみさん、よろしくお願いします。はい、あ、じゃあ、ひろさんもね、どちらかよろしくお願いします。そうですね、皆さんね、どちらかの先生に決めていただけると、早く見ていただけると思いますよ。はい、じゃあ、よろしくお願いします。はい、はい、いいんですかね、はい、私ですかね、はい、はい、どうぞ、はい、あ、皆さん、私、気がつかなかったら教えてください。ありがとうございます。はい、どうぞ。では、ポトリさん、ありがとうございます。ポトリさんは、人当たりがすごく良くてね、ただ神経がすごく細かいところがおありなんでしょうか。人の好き嫌いはね、はっきりしていて、泥臭いっていうね、人間関係は好まなくて、自分にとってメリットがあるかどうかっていうのは判断がお上手ですね。とてもビジネスライクというか、言わたり上手な方です。お話もね、とても詳しく喋るのも得意で、ディスカッションなんかね、お口がすごく達者で、なかなかめったなことでは負けないのかなと思います。お仕事は真面目にできる方です。知的な分野とかね、才能で花開く方でね、ただね、決断力がちょっと弱いので、経営者とかいうよりもね、皆さんの中でムードメーカーのようなね、人気者の立場でやっていかはると動きやすいと思います。10月の運勢としては、私、安泰ですね。特に何も波はいつもより少ないですが、ちょっとね、体のメッセージを聞いてくださいっていう風に私の中で感じます。ちょっと体調が崩れかけてはるかなと思います。そして自分をなぜかというとね、犠牲的にまでね、理由が起こったことに関してなんでかなっていうのは自分のせいにしておけばいいやっていうね、癖になってるような感じです。まずね、人のことよりね、自分のことをね、一番優先して考えてください。応援しています。以上です。はい、どうもありがとうございます。では次は、はい、ゆつきさんでしたか。はい、はい、じゃあ、ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。はい、HK さん、私は名指しじゃないんですけど、ガイドからの、指示はちょっと私出せないんですけど、人生のテーマだけお伝えします。転職を繰り返して生活資金が苦しい今の状況を好転したいですということで、私からお伝えできることをお話しさせていただきます。HK さんは情報を取るじゃないですか。その情報を取るときに、もうとにかく何でもいいから手当たり次第っていう風にされてないですか。本当に自分が欲しいもの、こういう情報が欲しいんだっていうことを頭に置いて、そこにこうフォーカスして探される方がいいです。で、探すときにもネガティブな感じで、こんな感じでね、探すよりもこうワクワクしながら、
ポジティブな感じで探していかれる方がいいです。そうすると HK さんの場合はご自身のが鏡みたいになってるんですよ。ご自身が思ったことが鏡になって映ってそれが起こるみたいな風に思ってもらったらいいので、今って多分ネガティブに考えちゃってると思うんですよね。状況がそうなので仕方がないと思うんですけれども、だから自分が怒ってほしいようなことを考える、思うっていう風にこれから心がけると、そういうことが引き寄せられていく方なので、ちょっとそれを頭に置いてやってください。で、時々ね、ちょっとこう変なのが入ってきたりとかするので、そういうのの見極めも大事なんですけれども、基本的にはそうなので、ポジティブなものを頭に思い描いて、絞って情報を、自分が本当に欲しいものを絞って探してみてください。それでいいものがいい職につけたりとかね、できると思います。あとはお酒に逃げたりとかしてないですか？お酒で失敗したりとかするところにも入ってらっしゃるので、お酒には十分注意をしてください。で、ご自身にアドバイスをね、こうしてくれる人、きついことを言うけどご自身のことを心配してきちっと言ってくれる、助言してくれる人の意見はしっかり聞いてください。その人の意見っていうのはすごく大事なものなので、うるさいからって言ってこうないがしろにしないようにね、してください。以上です。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあ、ミカフェさんですか。はい、はい、お願いします。はい、ではゆずさんですね。こんばんは。私は今肉体労働をしています。本当はジムがしたかったのですが見つからなかったのです。今の仕事は楽しいし人間関係もいいです。続けるべきかジムを探すか、または違う仕事がいいのか迷っています。メッセージをお願いいたします。ということでですね、ゆずさん、今選択の時ですね。 やはりというか選択の天使サポートしてます。ということはこの迷いっていうのはやっぱりゆずさんにとって新しい選択をしたいからこの迷いが生じてるんですね。で、確かにその肉体労働は、ちょっと今体がお疲れみたいですね。ただその分人間関係もいいし楽しいしっていうことで、まあ残ろうかな、続けようかな。でも体を無理させると、今後の次の選択にも響いてきますし、ここは やはりですね、自分自身の体の声、そして心の声を、一番に優先に受け止めてですね、新しい選択をした方がいいですね。で、この新しい選択っていうのはゆずさんにとっては、ジムが自分では向いてるって思ってるんですけど、でもこの肉体労働も両方することによってゆずさん自身のこれは選択肢が増えたっていうことですね。あとスキルも自分の中の才能能力っていうのも、人間関係もですね、全部がプラスになって今増えてる状態なんですね。で、ここで選ぶっていうのはまたジムにこだわらない方がいいんですよ。またこの今までやったことを、総合的に生かしていけるような仕事であるとか、あとはもう本当に望むことですね。なので新しい仕事って考えてもいいです。なので賢い選択をできるようにっていうテーマは今あるんですけど、じゃあ賢い選択って何なのかって言ったら、ゆずさんがですね、魂が望む選択なんですね。なのでちょっと今はそのお仕事は、ジムなのか肉体労働なのかっていうのはそのこだわり自体も一旦手放して、ちょっと本当にやりたいことなんだろうっていうふうに一旦自分を癒してですね、リセットして、そしてレムリアからのメッセージは愛の息吹なんですね。今ちょっと体が疲れてるのでしっかりと深呼吸をして、この宇宙の愛のエネルギーを受け取って自分をまずは癒してください、そしてヒーリングを受けたりとかするのも向いてますし、自分で瞑想ですね、それからヨガとか、そういったことで自分自身でもっともっと生命のパワーを受け取っていく、感じていく、そういったことを積極的にされて、そして癒されているところに
思考もクリアになって、この迷いを手放したところにいい選択ができるこのゆずさんになってますから、なのでちょっと今ですね、この迷っているっていうことを受け止めて、新しい選択っていうふうに意識を向けて、そしてまずは自分を癒すっていうこと、そこにフォーカスしてみてください。そして自分がクリアになった時に、本当にぴったりな自分の魂が望んでいるところに導かれると思いますので、そこをですねちょっと意識して、新しい選択、はい、そちらの方に向かってみてください。以上です。ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。さあ次、さゆりちゃんですね。はい、じゃあお願いします。はい、はい、パールさん、ありがとうございます。いつもありがとうございます。さゆりさん、リンパ浮腫やリウマチなどがありますが、治って元気に何でもできている道しるべビジョン。まず、今日はですね、お体に目に腰とあと鼻ですよね、鼻、まあ、自尊心、こんなはずじゃないっていう気持ちと、あと耳腰は、まあ、同じ姿勢でいたりっていうね、そんなあの反応が伝わってきました。で、メッセージはね、清き流れというメッセージが来てるので、まあ流すんです、まあ、食事水分、あとはご自分でのね軽いストレッチから始めて、同じ姿勢をしないと、心がけられるといいのではというのがお体からは来ています。で、このね、治って元気にっていうふうに来た時に、パッともう心が泣き出しそうな感覚が伝わってきたんですよね。で、この今抱えられてるね、心配されている症状については、悲しみの身代わりにされてるような、そんな情報が来ました。それを解放してあげるね、そんなことがこの、一連の症状をね緩和するね一つのキーになると思います。はい、ちょっと、その辺がクリアになったらまたビジョンが見えてくるので、また後でお伝えします。以上です。はい、どうもありがとうございます。はい、今日はね、私沖縄からね帰ってきたんですけど、で、今チャットの方でリラさんもね参加してくださったんですが、はい、リラさんも実はね今日一緒に沖縄にいてね、沖縄から北海道に帰ってきて、北海道の千歳からまた2時間ぐらいなんかご実家まで車を飛ばして帰ってきて、今間に合って参加してくれました。はい、なんかみんなね一生懸命でありがとうございますね。はい、続いてどうですか。はい、ふみやちゃん、はい、はい、はい、じゃあお願いします。はい、ありがとうございます。ぷにぷにほっぺさん、いつもありがとうございます。先週に引き続いての、はい、もっと詳しく聞きたいということでいただいています。はい、まず知識を高め合えるところに行きましょうって私がお伝えしたんですが、はい、どんなものですかっていうことでいただいてますが、はい、具体的な分野はね、プニプニホップさんのコミュニケーションをもっとね豊かに磨いてくれるワークショップとか、音楽、楽器とかね、習ったり歌を習ったりね、そういったところです。言葉はね、プニプニホップさんが気をつけてってふみやさんが言ったのは短気だからですかねなんて聞いてくださったんですが、まずなぜ言葉に気をつけるかっていうことは、プニプニホップさんがねご自分の耳に入るんですね。その言葉がご自分のことをねもうね責めることをやめてくださいってお伝えしたかったですね。言葉はね暗示って言ってね、毎日ね知らず知らずモチベーションをねちょっと乱暴に言ってみたりするとね、なぜいけないかっていうと、それが癖になって一日ね何百回も言っちゃったりするんですね。何百回何十回って言ったりしますね。そしたらね通常のねプニプニホッペさんに対してのご自身へのメッセージになってしまって、本当はね優しさがねすごくたくさんあるのに、その優しさが入ったバランスをねよりね戻してほしいと思います。
戻すために自分の言葉に気をつけてくださいという意味で申し上げました。応援しています。以上です。はい、どうもありがとうございます。はい、さあいかがですか。はい、私もこうチャットの方でね、はい、少しずつねお答えさせてもらってます。またよかったら読んどいてくださいね。はい、はい、はい、伊月さんですね。はい、はい、はい、どうぞ。はい、ありがとうございます。はい、ポトリさん、はい、人生のテーマをお願いしますということでいただいています。ポトリさんはですね、今現在に全力投球するっていうことを頭に胸に置いていってください。先のことを考えたりとか、過去ああだったこうだったって後悔するのではなくて、まさにもう今ここですね、もう今一生懸命にやるっていうことを頭に置いてください。で、ワクワクしながらね、ご自分がこうしたい、ああしたいっていうことを、そういう思いを大事にして、いろんなことにチャレンジされるといいと思います。で、ポトリさんはね、人を元気づけたりとか、人のために力を発揮されることもできる方ですので、そういうところにもバンバン行かれてもいいかなと思います。で、ただね、ちょっと騙されやすいところがねちょっとあるみたいなので、見極めはねきちんと持たれた方がいいと思います。で、人生うまくいかなくて、いろいろ苦しんだりとかね、悩んだりとかすることもあると思うんですけれども、そういう中で大事な気づきが隠されていることが結構あるみたいなので、そこで一つ一つこう学んで自分の糧にしていくような感じで言ってくださいね。はい、以上です。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。さあ次はありがとうございます。どちらかしら、さゆりちゃんかな、みかおちゃんかな、どっちでした。まあ、じゃあさゆりちゃんお願いします。はい、はい、ありがとうございます。次、みかえさんね、お願いします。はい、じゃあ先に、はい、ありがとうございます。まず先ほどのパルさんのビジョンなんですけれども、思い切り解放っていうね、さらなるメッセージがやっぱり同じメッセージ来てますね。荒野、崖に立ってるんですね、パールさんがね。で、卵を一つ持ってて、でパカって割るんですよね。で、それが、まあ、落ちるその瞬間なんですけれども、なんてことするんだね、まあ、非常識だっていう、そんなね、荒野で卵割っても意味がないんじゃないかっていうのがあるんですけど、その落ちた卵が鳥になって飛び立つというね、ミラクルがそのビジョンではあるんですよね。だから思い切り解放すると、どうせうまくいきっこないとか、そんなの無理だっていうものが大きく羽ばたく、ね、鳥になる、そんなねビジョンでしたので、大きく解放するっていうね、メッセージを少し大切に、留められてください。はい、ありがとうございます。あと金ピカさん、ありがとうございます。いつもね、ありがとうございます。サポートしてくれている存在とつながりながら、瞬間瞬間を大切に過ごしたい。うん、はい、あったかいね、あったかい気持ちが伝わってきますね。今よりつながりをキャッチするのにできることはありますかということで、今よりも深めるね、よりキャッチする、これはもう自分を褒めるっていうね、練習がいいと思いますよ。良いところを、まあ、見つけて、もうその都度見つけて褒めるんです。そして褒められたら、まあ、自分のことなんですけど、喜んで幸せになる、このちょっと段階を、まあ、ゲームのようにやってみる。この何かがあった時に褒めて喜んで、そして幸せになるっていう、そこまで試してみてください。そうすると初めはもうそれがね、拒否になったり、いろいろ学びのね、まあ、宝石じゃないですけど、気づきがいっぱい出てくるので、それもそれで面白いので、まずは褒めて、それをありがとうって受け取る練習ですね。で、その他はツールを使うのもいいですよね。水晶だったり、あとこの窓辺のお気に入りの場所でいつも何かつながるとかね、まずルールを決めることも一つです。で、そのルールも途中でも
ノールールいらなくなるんですよね。いらなくなってその先はもうどこでもどんな時でもできるようになるっていうふうにもう段階進んでいきますのでね、ちょっとやってみてください。そうすると感覚が分かるとパッと次に行けたりするので、はい、またご報告お待ちしてます。はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。はい、では次はどうでしたか。あ、はい、みかちゃんお願いします。じゃあ私も続けてパールさん、はいはい、なんですけど、こんばんは。リンパ浮腫やリウマチなどありますがヨガをするのは無理でしょうかという質問なんですね。ということで、パールさんの場合はちょっとその状況がですね、痛みがあるとか、それからまあ早期なのかちょっと状況がわからないので、できるとかできないっていうこの診断っていうのはできないんですけど、まあ、あくまでもアドバイスとして聞いていただければと思います。まずですね、はい、メモリアンカードはこちら誕生ですね。洞窟のカードが出ていまして、今まさに再生されるっていう時期なので、まあ、こういった痛みの癒しとかちょっと症状ですね、症状自体もまさにこう癒されて、良くなっていこうとしている、そういった状況っていうのは感じます。ですのでヨガをするのは 100% 無理ではないんですね。じゃあどうしたらできるかというと、人間関係の天使がサポートしてくれてますので、先生選びをですね大切にしてみてはどうかなと思います。まあ、そういった症状に理解のある先生ですとか、もしかしたらこう今はですね、もしかするとその病院のリハビリ関係とかで紹介してもらえたりとか、おすすめしてもらえたりとかするかもしれないので、今のご自身の病状ですね、今どこら辺の状態が早期なのか中期なのか、まあ、そういったことあると思いますし、まずは病院の先生に相談されて、それからやはりまあ先生の診断プラスパールさん自身がやはり自分自身の体なので、どこら辺までだったら大丈夫かなっていうことは感じられると思うので、そういったことに理解のある、ヨガの先生にぴったりと出会えれば、サポートをしてもらいながら、リハビリ的なですね、ことでプラスになるこういったヨガの先生と出会って、そしてパールさんは無理をしないで、心地よいまあ、ヨガのコースですね、参加していただければできるんじゃないかなというふうに感じます。ですので今本当に再生新しく誕生するパールさん自身も生まれ変わっていく時期ですので、まあ、こういった症状とかは今治療に向かっているので、そういった希望もですね持ちながら、そしてまあ理解のあるヨガの先生と出会えるようにですね、いろんな、まあ、先生方とかにも相談をされて、ありじゃないかなというふうに感じますので、ぜひ、パールさん希望を持って、いいイメージで、そして、まあ、ご自身の体と相談されて、やってみてください。ありがとうございます。以上です。はい、ありがとうございます。はい、では、次はいかがですか。どうですか。あ、はい、じゃあ、はい、お願いします。はい、はい、ティラミスさん、いつもありがとうございます。ですね、彼とティラミスさんの2人聞いてくださってるんですね。まずティラミスさんが今ビジョンをね明確にするために仕事に関して過ごされてるっていうことなんですが、とても素晴らしいと思います。流れとしてはね、まずティラミスさんの生まれ持ったね全体的な運と才能のね伸ばし方っていうのをねお伝えしたいと思います。とてもね飾らない性格でね、初対面の相手ともねすごく親しくなれる、ご自分が感じてる以上の社交性を思います。社交性をお持ちです。考え方もとても柔軟性がありますし、環境にね環境への順応性も高く、海外とかねすごく文化も取り入れやすいっていうものをお持ちです。新しい
スタイルの働き方、短時間働くとか勤務時間に惑わされないっていうことをね、すごくそこに抵抗を感じないので、そこは成功しやすいと思います。ただね、うまくいかないことにあっさり見切りをつけてね、次へ移っていくっていうところが終わりです。なんかね、仕事に対して使われるとね、転職癖っていうのがね、出てしまうので注意なさるとよろしいかと思います。メッセージとしては、今ね、行動されるのはちょっとポジティブにね捉えていきましょうっていうことです。未来ね、ご自身の中で意識をもっとね高いところに行けるって、ちょっとねテンションアップでアップできますんでね、ちょっと切り替えてほしいと思います。ですね、そして彼、そして、ね、ティラミスさんはまたね、ティラミスさんもあまり波はないですね。特に何か起こるっていうことは良くも悪くもあまり流れが10月はないようです。そして彼ですね、彼の全体的なね運勢、才能の伸ばし方、プライドがとっても高くてね、お話もねうまくて、妥協できない方、頭が良くてね、行動力もあるのに、なぜかね的外れなところに力を注いだりするのでね、ティラミスさんからしたら戸惑うと思います。ティラミスさんから孤立してしまうっていうところにねなりやすいかなと思います。体調不良が原因でね、チャンスに実力を発揮できないこともあれなようで、なんて言うんでしょうかね、今競い合う仲間同士とかそういう仕事がね、とても疲れてらっしゃるので、クリエイティングなお仕事とかあまり体使わない IT のお仕事とかが本来向いてはるようですが、今ねちょっと違うとこをしてて無理なさってるようですね。ちょっとね無責任な行動に出やすい時期なんで、彼がちょっと慎重に考えてもらった行動が基地だと思うんですがね、慎重さに欠けるので、彼はできたらね、接点があったら慎重にしてねと教えてあげてください。ティラミスさんに対して今ね愛情が上昇志向にあるようです。以上です。はい、どうもありがとうございます。さあ、いかがですか。はい、はい、ゆつきさんお願いします。すいません、はい、はい、どうぞ。すいません、はい、鑑定じゃないんですけど、ちょっと気づいたらへんみたいなので、はいはい、キラリさんとポジティブさんになんですけど、はい、キラリさん、人生のテーマか1年のテーマかどっちかちょっと選んでまた教えてください。で、ポジティブさんはなんか転職かお仕事かを見てくださいみたいな感じで書いてあったんですけど、はいはい、私今日人生のテーマもやれきでお伝えしてるので、はい、私でよければ生年月日を教えてください。はい、以上です。あ、はい、それだけです。はい、生年月日は半角数字で入れるといいですね。そうですね。はい、よろしくお願いします。はい、はい、さあ、いかがですか、皆さんどうですか。はい、あ、ちょっと消えちゃった。はい、ですかね。はい、ああ、ゆずきさん、あ、じゃあ、ふみやちゃんですね。はい、お願いします。みかさんが出会ってくれてはって、あ、すいません、じゃあみかちゃんお願いします。あ、はい、みかちゃんのとこなんか、はい、音楽かなんか鳴ってますかね。あ、そうですね、アマナのなんか音楽鳴ってます。今くば止めれないですね。あ、ちょっと席外して向こうに行けば、あ、ちょっとなんか、いや、あっても ない方がいいかなと思うんですけど。あ、そうですか。はい、じゃあ、じゃあ、これ終わってからね。はい。できてる。パチャパチャ。はい、鑑定お願いします。はい、ありがとうございます。はい。では、はい。プニプニほっぺさん、こんばんは、鑑定お願いしますってことで、いただいてます。今、パステルアートやヒーリングやチャネリングと、他にもいろいろ習いに行きたいと思っているのですが、経済的な理由で今は、一つに絞りたいと思っています。広がりが見えるのはどんなジャンルか見ていただきたいです。また、主人に経済的支援をしていただかないといけないのですが、あまりこういった方面には理解がありません。主人に話す良いタイミングがあれば教えていただけますでしょうか。よろしくお願いします。ということでですね、今ですね、プニプニホッケさん、すごく、ちょっと今ですね、エネルギーがいろいろ混乱しているので、まず必要なのは自分自身の感情の癒しとかだったりするんですね。で、
この感情が癒されるようにですね、今癒しの泉、恐れや不安を手放して心を輝かせましょうっていうメッセージが出ていますので、今じゃあなんでこんな風にいろいろ習いに行きたいと思っているのかっていう原因なんですけど、感情がちょっとまあいろいろ混乱しているということで、本当にワクワクするものにまだ出会えていないんですね。で、ですけども今ご主人様との関係についてはソウルメイトですよっていうふうにも言われているので、サポートをしてくださってますね、やっぱり。で、ただそのぷにぷにほっぺさん自身がこう遠慮があったりとか、あまり理解がないっていうふうにこうご主人様のことをこうちょっとネガティブな方で決めつけてしまっているっていうことで、ちょっと言いづらいっていうだけだと思うんですね。で、この感情っていうのは子供の時とかもですよね、やっぱり両親に許可をもらわないとやっぱりいろいろ買ってもらえなかったりとか、そういうことで傷ついたりとかですね、遠慮してしまったりとか、あとはその自分には力がないっていうような思い込みですね、こういったところを癒していけばもっともっとスムーズにですね話せると思うんですね。なのでこの話すタイミングがあればっていうことなんですけど、ぷにぷにほっぺさんの感情がですね癒された時ですね、そして自分自身の能力を受け入れた時に自信を持って、こういった理由でこの習い事をして自分はこういうふうに、この能力をこう社会のためにとか生かしていこうと思ってるんで、お金というかですね、まあ、サポートをしてもらえると嬉しいなみたいな感じでご主人様に話されたら一番いいと思いますね。で、まあ、この中で向いているのを一つ挙げるとしたら、まあ、一番理解してもらえるのはパステルアートだと思うんですね。っていうのは理由が ありまして、ぷにぷにほっぺさん自身もパステルアートをすることでまずは自分が癒されるんですね。で、自分が癒されてからじゃないとこのヒーリングやチャネリングを学んだとしてもまたエネルギーがですね混乱してしまったりとかして時間が逆にかかってしまったりするので、まずはパステルアートを楽しみながら、絵を描きながら自分を解放して癒して、それでクリアになってからヒーリングですね。で、あとご主人様もこれをいきなり目に見えない世界の話をするとですね本当にわけがわからないような感じになってしまうので、パステルアートって目に見えるじゃないですか。で、そして習いに行ったら作品が作れるので、で、それを、まあ、まずはお家に飾ったりとかするとですね、ご主人様もですね、あ、これもいいなとか、理解がですね、見えるので、で、そしてその絵をですね、皆さんに教えていったりとかですね、あとは今だったら、手作り店とかありますよね、そういうのに出展したりとかして、まあ、活動をしていくっていうことで、これをまた、豊かさですね、お仕事にもなっていないかなと思うので、まあ、そこまでのビジョンもですねしっかりとご主人様に計画を立てて話されると、あ、じゃあ支援しようかなっていう気持ちがですね主人様の方にも出てくるんじゃないかなと思いますので、まずは、まあ、癒しですよね、感情の癒しを、しっかりと、やって、そして楽しめる、自分が楽しめることをやってみてください。はい、パステルアートいいと思います。以上になります。はい、ありがとうございます。はい、どうですか。はい、お願いします。はい、さりちゃんお願いします。はい、ありがとうございます。今ミカエルさん、プニプニさん、私も続けてていつも先生はオフにしてるのに今聞いてて、ああ面白い共通点があるなって面白いなと思って伺ってたんですけども、プニプニさん、ね、さゆりさんこんばんは。道しるべ美女をお願いします。キャパが小さいのでちょっとしたことでいっぱいいっぱいになってしまってイライラしたり自暴自棄になってしまいます。穏やかな時と不安な時の差が激しすぎます。わかりますね。そんな自分を受け入れるようにニュートラルに物事を見れるようになりたい。
ああ、もう優しいんですよね、プニプニさん。ね、本当に優しい方だと思います。まずね、このイライラするとかそういう時って、ご自分がね、何か内側に爆発させたい、発散させたいものがね、こう、ある時なんですよ。火山がこう噴火するようにね、なんかこう溜まってきたら、これを爆発させたいっていう時に、それを爆発させることが現れてくれるんですよ。まあ、そういう流れがね、面白いんですけれども、その時にその目の前に現れてくれたものにこう一生懸命怒ると見当違いなんで、いつまでたってもそのイライラが晴れないんですよね。それはただ発散させるため の, きっかけの存在なだけなんですよ。何か、まあ、爆発させる本当は前の方がいいんですけど、もう爆発しちゃってからでも大丈夫です。その時にあれ、私なんで爆発したんだろうって、爆発っていうのも変ですけど、怒っちゃったんだろうっていうふうにね、ちょっと考える、その原因は実は何なのかっていうのをね考えると、寝不足、もしかしたら寝不足であったり、何かを間違えてそれを引きずってたり、なんか思い当たることがねあったりするんですよね。それを、まあ、解決できなくても、あ、そうだったってね、ちょっと後でもいいから確認する、癖をつけると、なんとなくからくりが分かってくる。その自分の感情と付き合う、うまくその、密接にこうくっついてがんじがらめではなくて、うまいというかちょうどいい距離で楽にね過ごしていきやすくなってくると思いますね。試されてみてください。でね、本当にね、最初にね見せていただいたビジョン、これがねもう道しるべビジョンになると思うんですけれども、オレンジとピンクのね柔らかい光のね、こういうねエネルギーがね、ちょっとこういうじゃ分かんないですね、ちょっと分かるか、こんなの初めて見てますけど、こういうねダイヤモンドがこう伸びているような、こういうのがね、ピンクとオレンジとね、わーっていうね、さっきねパステルっておっしゃってましたけど、ほんと柔らかいね、温かいエネルギーが伝わってきました。それが内側のプニプニさんの内側のエネルギーです。ただ認められないっていうふうにね来てるんですね。それは、まあ、過去であったり、まあ、傷ついてた、いろいろなことがねあったことで、自分を守りたいっていうことで、それを見てはいけないみたいなね、止める部分があるので、瞑想、こうの難しいのかな、ご自分のねこのエネルギー、この今の道しるべビジョンをふわーっと感じる時間をね、少し一日の中で持たれるといいと思います。その時のヒントは、自分の中で最高に幸せだった瞬間、美味しいもの食べてる時でもいいし、本当に綺麗な景色を見た時でもいいし、うわーっていうことありますよね、一つでもね。それをこう思い出す、そしてそのさっきのダイヤをイメージしてみてください。そうすると少しずつ心を解き放す、その幸せな気分になっていいっていうのに慣れてきます。そうするとまた次にご自分の中で見えてくる光があると思います。試されてください。以上です。はい、どうもありがとうございます。さあ、はい、じゃあ、はい、みかちゃんお願いします。はい、はい、音楽消してきました。大丈夫ですか？大丈夫です。すいません。じゃあちょっと、はい、もうちょっと、ミカちゃんも頭のてっぺんが切れてる。ちょっと。そんな感じ。すいません。髪の毛、ショートヘアにしたんですね。なんか、はい、またいいですね。すっきりして。はい。なんか似合ってます。はい。ありがとうございます。はい。じゃあ、はい。お願いします。はい。こんばんは。人生の早いうちから介護と関わり合いながら優先させてしまい、本当は自分がどうしたかったのかふと感じることがあります。カードからのメッセージをお願いしますということで、はい、まゆりさんなんですけども、今ですね、確かにその今までですね、まず内側を秘めているっていう状態で洞窟のカードが出てるんですけども、自分がですね、これから羽ばたくんだっていうことでもありますね。この眉の中ですね、まださなぎの状態というか、でもその、まあ、介護の
のですごく大変だったかもしれないんですけれども、でもそれは真由里さん自身が、まあ、ご自身で選択して、まあ、優先させてしまったということなんですけれども、でもそれは本当に無駄ではなくて、自分自身の体験としてすごくエネルギーとしてですね、真由里さんの中に残っているので、そこで学んだこととか愛のエネルギーですよね、そこだけを残して、そして辛かった部分も解放するっていうような感じで愛の中で成長しているんだな、育ってるんだ、もうすぐ長寿になるんだなっていうのを感じてほしいんですね。で、これから誕生しますよってすごくいいメッセージなんですよ。で、そこに対してメッセージ、豊かさの天使がサポートしてくれてます。なので、マイさんが今まで、本当に皆さんに愛を与えてきた分ですね、これから豊かさどんどん受け取っていけますよっていう風にさらなるサポートも来てますので、本当はどうしたかったのかなっていうのは、今からでも全然遅くないですね。無限の可能性が今開かれてますから、もう過去は過去、は自分自身の選択をご自身で受け入れて認めてあげて、でこれからは豊かさのサポートも来てますし、もう無限ですよね、無限の豊かさ、これはチャンスもありますし、人間もありますし、もちろん経済的にもサポートが来てますので、こういった真由里さんがこれから本当にやりたいこと、無限の可能性があるんだ、今これから新しい世界に羽ばたいていくんだ、新しく誕生するんだっていう、こういった思いで今いろんなことにチャレンジされていくのが一番いいと思います。それから楽しいと思えること、昔できなかったけれども今できるっていう自分になってますか、それを言ってください。そして豊かさを受け取ってください。はい、以上です。あ、どうもありがとうございます。さ、そろそろ今日ね、初めが遅くなってしまったんですけれども、10時に近くなりましたので、ご質問の方はこちらの方で、終わりかなと思いますけれども、先生方いかがですか。はい、あ、じゃあ、はい、いつきさんお願いします。はい、あ、すいません、はい、きらりさん、先ほど呼びかけさせていただいて人生のテーマということでいただいてます。仕事と恋愛、その人生のテーマについてということでいただきました。きらりさんはちょっとね、こう好き嫌いが結構はっきりするところがあって、で結構自信満々でやるんですけど、何かちょっとあるとこうガーッといきなり落ち込んでしまったりとか、ちょっとそういう両極端な面を持ってらっしゃるかなと思いますね。で、トライする時っていうのはもう何でもかんでも行くのではなくて、ご自身のテーマみたいなのをこう一つ絞って決めて、そこにこうガーッと行かれる方がいいと思います。で、ちょっとね、言葉遣いがきつくなりやすいところがあるので、恋愛なんかでもね、こう優しく言うように心がけられるといいかなと思いますね。あとはなんかね、こう悩み事が増えていっても、こう時が経てばね、必ず悩みは解決して期待通りに進むので、人の協力を得ながら、こうタイミングも見ながらね、行動していくといいと思います。ちょっと我慢したりだとか努力したりだとか、ちょっとそういうところにもうちょっとこうなんていうかな、意識して、ちょっともうあかんし、もうダメやわみたいな感じでもう投げ出したりとかしないように、ちょっと少しずつね努力をしたりとかしていってください。希望を持たれると必ず開けていきますのでね、諦めないように何かあってもしてくださいね。以上です。ありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。はい、さあ皆さんいかがですか。あ、はい、じゃあさ、あじゃあさゆりちゃんね、はい、お願いします。はい、どうぞ。大丈夫です。はい、はい、はい、すいません。福さん、ありがとうございます。お待たせしました。急に忙し仕事が忙しくなり、体力的にきついですね。
で胸のあたりが痛みます。このまま続けていけるか不安です。いつももっと楽に稼げるようになりたいです。はい、ありがとうございます。まずね、お体の反応、あの右手首痛いし、まあ、胸、そうですね、あの耳もキンとなる感じ、まあ、ストレスがちょっとかなりあの濃い感じですね。あの深くね、あのちゃんと眠られてますか？お風呂入ってね、あの、まあ、ちょっと、悩み事があるとなかなかぐっすり、ね、眠れなかったりもすると思うんですけども、あの、できるだけあの環境を整えた睡眠をね、あの心がけられるといいかもしれないですが、あのメッセージは気持ちから楽にする、まあ、お体もそうなんですけれども、まずは気持ちから楽にするっていう風なメッセージが来てます。そしてあなたのせいではないというメッセージも来てるので、ね、心当たりあられましたら、あなたのせいではないというのをね、ご自分の中にもう一回落とし込めてみてください。ビジョンはね、ちょっと可愛いんですけど、ブロッコリーでできた、ね、森なんですよ。そこにあの福さんが入っていくっていう、あの もこもこブロッコリーのあなただけの森ですね。そんなイメージ。だから疲れたな、ね、気持ちを楽にしたいなと思ったら、あの一人の時間を、自然の中で一人の時間を作ってみる。それは本を読んだり釣りをしたり何でもいいんですけど、そのブロッコリーの森をいつもどこかに持っていて、ああもう辛いと思ったら、あのその自然の中で休めるということを心がけてみてください。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、次はあれ、ふみやちゃんでしたかね。はい、どうぞ。はい、お待たせしました。はいはい、MF さん、お仕事のことで聞いてもらっています。あのお仕事がね、ちょっと気になるところがあるんですが、待遇がねちょっと不安なんですが、どうでしょうかっていうことでいただいています。ありがとうございます。MF さんの、性格、どうしていけばうまくいくかっていうね、あの人生の目標なんかもお伝えしたいと思います。あの困難に立ち向かう強い精神力がおありです。あの世話好きですが、ちょっとね強引さが目立つので、周囲の評価はね分かれてしまうと思います。仕事ではね責任感が強くてね、あのその分だけ苦労や悩みも多くなりそうですが、ただね逆境も起こったと思うんですが、逆手にとって成功していくっていうね運を持ち合わせていますから、あのそこはね悲観的にねもう戻らないことです。あの公的な資格っていうものがね、あの MS さんのすごい強みになっていくので、あのもっと増やしてもいいですし、今あるものを大事になさってもいいかと思います。あのまずね感じたのが、 MS さんの感情が、仕事に行くモチベーションが少し上がっていませんね。あの10月もちょっとね揺らいでしまうので、今ねそこには行かないことがおすすめです。決めない情報を、あの10月以降にね終わった後に進むために集めていってください。あの今ね感謝の気持ちを再度ね、あの表して、あの自分の中に落とし込んでください。そして身近にいる人、家族などに伝えていくことが大切。ちょっと癒しをねもっと取り入れて、パワーアップして再生していい職場に進んでいけると思います。今は決めない方がいいと思います。以上です。はい、どうもありがとうございます。さあ皆さん、そろそろ10時過ぎたんですけれども、いかがですか？まだ鑑定どうですか？もうあのそろそろ、あ、さゆりちゃん鑑定ありますか？あ、大丈夫。あの皆さんどうですか？そろそろあの次の何て言うかな、PR というかされますか？まだあるです。今日はちょっと、ね、全員美少ですね、今日は。まだもう少し、はい、じゃあ、あのじゃあ続けてしていただいていいですか？はい、はい、じゃあ今誰が手を、今誰、ふみやちゃん、あれ、あ、私がはいと言いました。はい、ふみやちゃんですね。いいですか？他いいですか？
ゆずきさんでしたか、あ、さゆりちゃんでしたか。いや、私知ってない。あ、じゃあ、じゃあ、ふみやちゃん、じゃあ、はい。あ、今ね、あんこさんが続けて鑑定というか、はいって返事したんです。はいはい、じゃあ、お願い。あ、じゃあ、はい、よかったですか。あ、じゃあ、だけど、はいってなかった。紛らわしくて。いやいや。お返事じゃあ、どなたかおっしゃっていただけますか。あ、できております。あ、じゃあ、じゃあ、はい、どうぞ。はい。続きまして、すみません。はい。マコリンさん、ありがとうございます。マコリンさんのね、生まれ持った性格をお伝えしたいと思います。生年月日から見ると、現実主義ですね、とっても。そしてね、お口がね、すごく才能ありますね。お口を使うっていうこと、弁が立ちます。世渡り上手ですね。ただ、神経がすごい細かいですね。気が合わない人は寄せつけない、そばに寄らないでっていうね、気難しい面もちょっとありますね。ただね、勤勉、よく働いて、その分よく働くっていう、循環していくのがね、信条。働いて、もし得たとした収入はね、趣味や遊びとか自分のためにね、惜しみなくね、すごくね、わーっと使って自分のために過ごすことができます。エンジョイできる人。異性関係がちょっとね、ルーズになりやすいので、揉め事、スキャンダルなどね、発展しないように気をつけてください。とても知的な方なんでね、そういった職業や特殊技能をね、活かせる仕事をね、選んでいかはるといいと思いますよ。今日の方ね、皆さんね、誕生日バラバラなんですけども、もちろんすごく波があんまりないっていう慎重な時期が多かったんですが、マコリンさんはとっても今イケイケの時期なんですね。得意な表現をね、より10月は1ヶ月ね、どんどんね、やってください。表現、踊ったり書く、もうね、持ってるものをね、どんどん目覚めさせていってください。応援しています。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、次はいかがですか。あ、はい、みかえちゃんお願いします。ではですね、福さん、ガイドとつながりたいです。どのように伺いたいかと飛んでくれたり、メッセージを聞きたくなるでしょうか。ご質問です。はい。福さん、やはりガイドとつながるためには、自分自身がもっとリラックスする。そして、ガイドが喜んでくれるのは、ガイドが喜んでたっていうことではないんです。ガイドは、しているので、喜んだことに対して、ですね、だから福さんがガイドを喜ばせるのではなくて、福さんが喜ぶことでガイドが喜ぶっていう、ここを間違えないようにしてもらいたいんですね。だからこそ、メッセージは、ユニコーンと妖精、心のままに自然の中で過ごしてみてっていうことなんですね。なのでまずはやっぱり福さん自身がありのままの自分でいる、でもそれこそがガイドが一番喜んでくれます。で、その、つながれないんじゃないかなとか、心配する気持ち、ちゃんとつながってるんじゃかるかな、ちゃんとつながってるのかなとか、そういった不安気持ちとかもですね、実は天使がですね、分かってますよって慰めてくれてます。あなたの気持ちをとても分かってますよって。でもあなたがつながっているんじゃないか、わからない不安な時、そういった時でもいつも変わらない愛で、天使そして光のガイドは福さんのことを見守ってますから、そういった気持ちも全て分かった上でサポートしてますから大丈夫ですよ、これから物事はどんどん好転していきますから、そういった風にメッセージを送ってくれてますので、まずは福さん自身がこういった自分の気持ちを受け入れながら、そしてもっともっと自分らしくこの人生を楽しんでください。福さんが喜ぶことがガイドが喜ぶことです。はい、以上になります。はい、どうも、はい、ありがとうございます。はい、いかがで、千月ちゃんはあれね、チャットでも書いてもらってるんですね。 あ、どうも、はい、あ、ありがとうございます。ありがとうございます。お礼を書いただけた。 ありがとうございます。ご感想いたので、はい、はい、ありがとうございます。あ、はい、お願いします。じゃあちょっとなんか今音が、うん、あ、はい、いけましたね。はい、いかがですか。次はどうですか。もうそろそろ終わりましたか。サルちゃんも終わりましたか。どうですか。
じゃあ全然終わっていません。全然終わってない。申し訳ないです。じゃあちょっとふみやちゃん、じゃあいいですか。はい、みかるちゃんとかさゆりちゃんとかお時間大丈夫ですか。あ、はい、大丈夫。じゃあはい、ふみやちゃん、はい、じゃあお願いします。ません、はい、はい、ですね、ちょっとゆずさんの体調っていうことで、ゆずさんに生年月日もいただいたんですが、ちょっと体調を見させてもらうっていうのは今日はちょっとしてないので、チャンネルを変えたいと今思ったんで申し訳ないんですが、でもですね、持って生まれはった運勢を先お伝えしたいと思います。好奇心がね旺盛で、とてもね追求していく方、とことん集中しはる方です。スペシャリストとしての類まれな才能がおありです。ただ物事を大きくね捉えて大きく展開していくっていう気質がないためね、大きな組織の上に立ったり例えばしたら苦労の暗示が出ていますね。運を伸ばしていくポイントは特殊技能にね磨きをかけて、ご自分の付加価値、自分に対しての価値を高めていくこと、心理学とか人間の心にねスポットを当てていくような分野を探求していくと運をね開くきっかけになります。物質よりも知的財産を求めることで運のね根がどんどん強く育っていきます。もともとちょっと血圧が高いと思います。そこに気をつけていただくっていうことが日頃の生活の中で気をつけていただきたいと思います。そしてあとはですね、腸の方は常に安定していない感じも受けますが、ご自分の中で気をつけていただきたいと思います。はい、以上です。はい、ありがとうございます。はい、いかがですか。はい、はい、じゃあ、さゆりちゃんお願いします。はい、さゆりちゃんお願いします。はい、まず、ぷにぷにほっぺさん、ご感想ありがとうございましたね。ご自分が悪のような許されない存在だと思ってましたってことです。さゆりさんの柔らかな温かなお言葉で心がほぐされていくのが分かりました。希望の光が見えた気がしました。アドバイスやってみようと思いますってことでありがとうございます。ね、柔らかいこのエネルギー共鳴させていただいたのがすごい素晴らしかったんで、それを感じ取ったということは、その同じものがプリンプリンさんのそこのエネルギー、そこのところにあるんですよね、ご自分の中に。それを今日感じた温かさを一緒にさっきのね、柔らかいオレンジとピンクのビジョンと一緒に心地よい気持ちと一緒にイメージされてみてください。時間はかかるかかからないかはご本人次第ですけれども、必ずね、ご自分がご自分を見つめる旅が、それが人生だと思いますので、ね、あまり気負いせずにまた遊びにいらしてください。そしてお体のことをね、いっぱい書いてくださった皆様ありがとうございます。今日は道しるべビジョンなので一言だけメッセージだけお伝えします。ダイヤさんありがとうございます。股関節ということで流れというメッセージ来てます。良質のお水を取るとか、まあ、温泉とかもいいかもしれません。メロリンさんありがとうございます。寝ても寝ても眠いしだるいですっていうことで、芸術というメッセージが来ているので、ときめきを見つけられるといいかもしれません。島猫さんありがとうございます。去年から喉に違和感がありますということで、発散する、あとはご自分の力を発揮する、だから出すって感じですね。迷ってることに挑戦されてみるといいかもしれません。ララさんありがとうございます。今の仕事について、考えると胸がキュンと重たくなることがありますということで、ね、胸の方、自己発生っていうねメッセージ来てますので、積極的に行くというはい、アドバイスですので、ちょっと気にされてそれを実践されてみてください。
ありがとうございます。はい、あの今日全部見れなくてすいません。またあの道しるべビジョンの時にはよろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございます。さ、あの皆さんいかがですか。そろそろあの鑑定の方終わりますか。もしあの終わったようでしたら、あのお一人ずつあのまた、そうですね、あのお知らせがあったらあの言っていただきたいと思いますけど、よろしいですか。はい、じゃああの五木さんからじゃああのお知らせはいかがですか。はい、イベントじゃなくてちょっとあのモニターさんを今募集してるので、もしよかったらどうぞっていうお知らせなんですが、はい、いいですかね。どうぞ。はい、はい、今特定のところをこう直すわけではなくて、ご本人のそのあるがままのいい状態にこう骨格とか心を戻していく、あのあるがまま調整っていう、ゆすきのあるがまま調整っていうものをちょっとあのモニターさんを無料であの募集していて、一応あの人数達したので締め切ったんですけれども、あのもし今テレビをあのご覧の皆様で、あ、面白そうとか興味あるなって思われた方は、あのスピリチュアルテレビ枠であの特別にちょっと10名様だけあの入れさせていただきたいと思いますので、ご興味のある方はあの後でチャットの方にあのアドレスを、ブログのアドレスを載せておきますので、そこを見ていただいて、あ、やってみたいと思われたらちょっとあの申し込んでいただけたらと思います。あの遠隔でできるので、お電話か対面でできるので、電話だったら私からあのお電話させていただいて、あの施術させていただきますので、あのご自分のこう軸がしっかり取れてないとか、あの心と体とですね、そういうふうに感じてらっしゃる方はちょっとあのやってみられるといい機会じゃないかなと思います。あのよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。以上です、はい、ありがとうございます、はい、どうも。はい、じゃあ、あの、フミヤさんどうですか。ありがとうございます。はいはい、10月16日に幸せの玉手箱に出させてもらいます。はい、森の宮駅から歩いてすぐです。すごくね、はい、いいセラピストさんの集まるね、すごくいい流れのところなんで、ぜひお越しください。はい、そしてあの、その次の日なんですが、今日ね、あの一緒に共演させていただいているさゆりさんが関東からそこに出演してくださるんですが、大阪の方に来てくださって、その次の日17日はスピリチュアルツアーっていうことで、滋賀県のパワースポット巡りをしたいと思っています。あんこさんとさゆりさんをゲストに迎えて、ふみやが主催で、あの3人に会いたい方来てくださってね、あの滋賀のパワースポット日吉大社とかね、小野神社などね、あのいろいろ巡りたいと思います。昼食はね、中華美味しいね、あの中華バイキングをプリンスホテルで予定しています。これ今からね、あの募集させてもらうので、ゆりかごっていうところでブログで見ていただくか、そうですね、ブログで見ていただけたらいいと思うので、ぜひご参加ください。よろしくお願いします。あ、どうもありがとうございます。はい、あの楽しみにしてます。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、次、いかがですか。あ、さりちゃんはどうですか。はい、ふみやさんありがとうございます。ね、あんこさんこちらこそ、そうですね、旅をさせていただいて楽しみですね。はい、ね、あの11日ぜひ、楽しみです。詩が深いです。ね、はい、はい、楽しみにしてます。で、16日は大阪の森の宮、幸せの玉手箱。ありがとうございます。はい、はい、今回はね、関東の方から、さゆりちゃんも参加してくださって、まあ、いつきさんもいらっしゃるし、ふみやちゃんもいるし、はい、チャットの方のね、そうですね、アントンさんとか、めぐみさんとか、そうですね、そういった方も参加してくださって、はい、お会いするのね、楽しみにしてます。そうですね、はい、また、はい、はい、はい、よろしくお願いします。はい、それと、今週末ですけれども、10月1日は、魔法バザール、毎月ね、江ノ島で
江ノ島のね海がわーっと見えるところでね落ち着いてヒーリングさせていただいてますので、10月1日は魔法バザール、そして10月2日は初出店なんですけれども海老名のアイビーカフェ、ね、海老名林道祭というところでいろんなねワークショップ、手作りコスメとかねメイクの仕方とかいろんなワークショップも盛りだくさん のお祭りのようなところでヒーリングをさせていただいてます。ぜひ今日はねリーディングも読んでお伝えすることなんですけど、どうしても私ヒーリングしたくなっちゃうので、ぜひイベントでねヒーリングでもう心地よく心も体も心地よくなりにね遊びに来られてください。で10月8日は旗野の魔法探偵団、そして10月9日は土地癒しといって、これは代々木ですね、これは東京ですので毎週お待ちしてます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、では、続いて、はい、三上さんどうですか、お願いします。はい、はい、では、はい、やっぱり天名、はい、はい、はい、先日私も沖縄行った時伺いました。はい、はい、普天間先生のね魔法学校ですか。はい、それをねリラさん、北海道のリラさんがね受けてました。あ、すごく良かったらしい。大人気です、魔法学校。そうですね、なんか私は近くのホテルで待ってたんですけれども11時過ぎても帰ってこないし10時までって聞いてたんですけど11時過ぎても帰ってこないし、帰ってきたら12時過ぎてたような気もするんですがすごいですね。もう本当になんか、ね、熱がこもってくるというかね。私もイベントの前日だったんでちょっと出れなか行けなかったんですけども、イベントがなかったらね行ってったかもから楽しそうなね、はい、はい、その癒しカフェ天名ですね。でも松さんはですねもう本を出してらっしゃるので県外からも、ね、予約がすごいです。あ、そうですよね、私も本にサインしてもらいました。あ、そうなんですね。はい、空いてたら先生に見てもらおうかと思ったら、はい、もうびっちり詰まってて、見てもらう余地がなかったんですけど。満員御礼だったんですね、やっぱり。すごいですね。そこで美香ちゃんもセッションされてるんですか。そうです、ここの場所で。はい、たまさんとはちょっと違う曜日なんですけど、はい、はい、たまに会うといつも笑顔で、ええ、対応してくださってすごくいい方だと思います。そうですね、はい、はい、あ、ごめんなさい。じゃあよろしくお願いします。はい、ということでですね、明日出店してます。はい、那覇天名で検索してください。でですね、私ちょっと来月はですね、沖縄をお休みしてですね、もう明後日から東京と横浜に行って、セッションとかワークショップとかお話し会をさせてもらいまして、でちょっといろいろなところに行こうと思っているので、またそういったスケジュールとかもFacebook の方に書こうかなと思ってます。ですので、ミカユピエルで検索してもらえれば Facebook 出てきますので、ぜひ問い合わせください。で、癒しカフェ天名では明日はですね、レムリアンヒーリングもやってまして、もう癒されたい方、そして癒されて夢を叶えたいっていう方をサポートしてますので、ぜひお越しください。で、店長はですね、凄腕整体師ということで抗生体もしてますので、ぜひそういった体調をですね整えたい方も癒しカフェ天名お越しください。はい、ありがとうございます。はい、では今日ね栄月さんと、はい、さゆりちゃんとふみやちゃんとで、みかるちゃんと、はい、で私もちょっとご案内させてもらいたいと思うんですけれども、はい、私の方は、10月の1日、ハッピーマインド塾のともこさんと、はい、コラボでセミナーさせてもらうんですけれども、大阪の、OMM というビルでさせてもらいます。大阪なんですけどね、はい、で、インナーチャイルドとともに魂の願いを思い出す、そういったセミナーをしたいと思います。
そうね、心のあなたの本音で、何を願っているのか、本当は何がしたかったのか、自分自身とね、しっかりつながってもらおうというね、そういったワークショップをね、ともこさんと一緒にさせていただきます。まだね、間に合いますのでね、ちょっとどうかなと思う方ね、ぜひね、参加していただきたいと思います。あとね、10月2日の日はね、東成区民センターというところでね、ゆらリストっていう、そういうイベントあるんですけど、私の、大好きなね、ゆかこちゃんという方がね、してるイベントですけどね、そこに出展させていただきます。私以外にね、なんか素敵な方がいっぱいね、出展されてますのでね、こちらもね、よかったらね、遊びに来てもらいたいと思います。そしてね、さっきふみやちゃんたちが紹介してくれてました、幸せの玉手箱、はい、また16日に開催させていただきますけれども、こちらにはね、日室奈美先生というね、その先生も来られましてね、投資がですね、後ろについてる人を描いたり、そういったことをしてくださって、以前ね、スピリチュアル TV にもね、ずっと出てくださってた方なんですけれどもね、特別また来ていただけるということで、はい、そんな感じで、私の方もまたホームページというか、これはブログの方にね、またご案内載せたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。皆さん、今日は本当にどうもありがとうございました。で、なかなかね、私の方がスムーズにお仕事から語ってなくて、どうも申し訳なかったです。来週はもう少しうまくなりたいなと思います。はい、じゃあちょっとお待ちくださいね。で、ごめんなさい、では、こちらで、じゃあ、いいですかね。もう他に、何も、なかったですもんね。ご案内することがね。はい、じゃあ、では、今日はどうも、皆さん、ありがとうございました。では、はい、ありがとうございました。どうも。じゃあ、またよろしくお願いします。